ははい、えー、皆さんこんこにちはおはようございますすそしてこんばんばは山内一です、えー、今日も少しお話をしていこうと思うんですけど今日お話ししたいのはちょっと久々に野球の話になるんですけど僕の大好きな埼玉西武ライオンズ高橋智美投手が、えー、引退ということで、えー、肩の、えー、怪我がずっとリハビリ続けたけど治らなくて最後二軍戦で、えーえー、一人を相手に1球だけ投げて、えー、引退することになりましたということでお疲れ様でしたという話と。 ああのファンとととしてちょっとやっやぱね思うとこがあるんですよ高橋智美投手この45年って言っていいぐらいかな45年はいついくかでもずっとこうリハビリしてて左のねあの剛腕のクローザー9回投げてくるピッチャーでさ日本代表にも選ばれてすげえのよ。本当に高橋智美投手が入った当初はさ7回とか8回投げてたけど入った時期っていうのは西武ってずっと上昇軍団でめっちゃ強いチームなんだけど本当にその時期は。 すごい弱い暗黒期みたいなのになってもおかしくない時期だったんですよ。それこそ2010年とかはもうねルーキーの秋山選手牧田投手とかねもう新人に頼るぐらいのことだったのでまあ、それの後入ってきた高橋智美投手とか本当にねあの西武が苦しい時期に助けてくれた選手だから本当にありがとうございますって気持ちでいっぱいなんですよ。 あの競ってる展開とか、あるいは、うん、こう打てないとか、負けてる展開が多いんですけど、そんなピンチの時にいつもこう高橋友美ってこう出てきてさあの、三振取っていく姿、ね、本当にこう印象深いというか、実際、実働として活躍したのは、多分2年半ぐらいなんですけど、本当にそうは思えないような、ずっと記憶に残るピッチャーだなと思います、お疲れ様でした。 ライオンズ僕、3歳ぐらいからファンですけどライオンズは左の中継ぎで今までで一番と言っても過言ではないんじゃないかなうんっていうふうに思いますだから最後ね、ねこうなんとか1軍で投げてほしかったんだけどもあのね、あのね、もう届かないんだってホームベースにボールが届くかどうかみたいなあのことをインタビューで言われてて。 2軍の試合もさ、本当はね、あのそういう試合って三振とかさ、取れたらいいし、相手も選手も気使って三振とかしてくれたらいいんだけど、巨人のね、2軍の,あのモタ選手が、1球目をね、すくい上げてショートフライでアウトっていう形なんだけど、まあ、あの <laughs>、愛あるよね、もう、高橋智美、もう投げれねえんだよ、もう、だから1球で仕留めるというか、1球で。 打ち損じてあげないとどこ,こでもうた選手本当あのとか巨人のせなんかチームありがとうって感じやな、うん、だってさあんだけ後半のピッチャーがもうホームにボール届かないとか言って日常生活も絶対痛いわけじゃんずっとこれからそんななんかあの1球で打ち損じてくれて愛があんなあ感動したよ1軍の選手もいっぱい見に来ててさあの DJ の方も本拠地の1軍のね DJ の方がサプライズで現れてコールしてあげて テ、まあ、ールズのさフォローミーも流れて、うん、西口投手コーチも来てたんでしょで渡辺久信さんも来ててほんと愛されてる選手やなって思うけど願わくばね、あのー、こうファンが満員の球場でみんなでさ持ってるよまだあ,あのさこのある逆になっちゃったねこういうのも球場でよくあったよこの高橋智美のさタオルをわあ <laughs> 持ってなんか最後見たかったっすけどねうん本当に ありがとうございましたなんかね最近2連覇とかしてて西武強くなってきてさもし高橋智美が怪我してなければ今なんだろう,こう優勝させてあげられたっていうか胴上げ投手だったと思うんだよなでも本当に高橋投手がいなかったら今のセーブは本当にないからなんかありがとうございますって気持ちいいっすねうんあと楽天渡辺直人選手も引退ということで、えー、お疲れ様でした。 あのー、渡辺選手といえば、もう楽天イーグルスの顔ですけど、あのーまあ、ベイスターズに行って、えー、ちょっと不遇の時代があって、不遇の時代というか、まあ、それ、野球好きな方はなんとなく知ってると思うけど、ま、なんで真面目な人がバカを見なきゃいけないんだみたいなさ、不遇の時代があってから、森本選手と渡辺直人選手、西武来てさ、で俺、当時思ったわけよ、あのトレードで、長田投手とあったかな、トレードで出て、長田投手もすごいさ、結果出し始めてて。 渡辺直人か西武か内野手別にそんないるかなみたいなあのもちろんいい選手だけどかつての盗塁のイメージはもうないしベイスターズでもなんかそんなだったっていうところであと年俸ね <laughs> あのニュース記事を年俸見て高みたいなサブ要員で渡辺直人そっかいるかなって思ってたんですけど本当に絶対いなきゃいけない選手でしたね普通にあのこうバッティングでさ めちゃくちゃいい数字残して2番とかスタメンで入った時も勝負強い打撃してたし守備もいろんなとここなすしやっぱりやっぱ人間性うん若い選手がこうナオトのことをすごい慕っててファンからもすごく尊敬されてるやっぱその人間性まで模範となる選手ってねこうやっぱ限られてくるというかスーパースターではないかもしれないけど間違いなくその精神的支柱というかやっぱ。 な渡辺直人選手も西武のあの苦しい時代を本当に支えてくださったなと思って、まあ、最後、古巣のイーグルスに戻って引退っていうのもすごい嬉しい、うん、嬉しい、本当に感謝してもしきれない選手ですね、あの山川選手にお前はホームランを狙えと、ね、細かい打撃はチームバッティングが俺たちの仕事だっていうめちゃくちゃいいアドバイスをしてたのとかもありがたいしさ、結構チームバッティングのイメージあるんですけど、直人選手、右方向に転がすみたいな。 内野ゴロで進塁打打つみたいなのあるんだけど結構ねそうでもなくって僕の印象では右方向に進塁打打つチームバッティングのイメージつけておいて結構狙い撃ちで三遊間カツンと抜くヒットとか引っ張るときは狙っていくみたいなそういう勝負感の良さも魅力的でうんあの西ブ的には西ブファン的にはすごい思い出深い二人の選手が引退ということで本当にあ,のありがとうございましたとおそらくこれからも野球に関わるような。 ご本人たちですけど、絶対的に1億需要があるので、今後もまたなんかこう、プロ野球のために貢献してこう、裏で活躍してくださったら嬉しいなと思ってます。お疲れ様でししたたありがとうございました